私の名前は鈴木美潮と言います。茨城県石岡市に生まれました。幼い頃から手を動かして物を作ることが好きでした。10代の頃、機能的なドイツのプロダクトデザインに感銘を受け、大学でドイツに留学し、海外生活の中で今度は日本の手仕事の素晴らしさに気づかされました。2003年、30代に差し掛かる頃、近すぎて手を出さなかった陶芸を知りたいと思い、笠間での修行を経て2009年に陶芸家として独立しました。私の作品の多くは自然の色や形からデザインの着想を得ています。身近な季節の花々であったり、旅先で出会った風景であったり、その作品たちが誰かの心の中の情景を想起するものであったら嬉しいです。日本の豊かで自由な器使いも同時に伝えられたらと思います。